さて、本日はまたこちらをやっていきましょう。探偵神宮寺三郎なんだっけ、未完のルポだ。前回でファーランドサーガ時の道しるべのアフレコ実況が終わりまして、今度はこちらの続きをやっていきたいと思います。結局はこういったアドベンチャーものが一番やりやすいんですよね、アフレコにしては。で、前にも言ってますけれども、今回これを選んだというか、やるのは完全にもう話を進めることメインでやってますから、ずっとカンニングです。で、最初は神宮寺のルートを、とにかく神宮寺やるという。世の中密入国のルポの原稿を作成しているうちに、自分なりに臓器不正移植のルポに関して調べることでした。何かをせずにはいられなかったというところが正直なところかもしれない。ガビさんの残した資料には3つの病院の住所と施設概要が載せられている。市営総合病院と大学附属病院、国立臓器移植研究所の名前がそこにあった。まだ回んねえな。このどれかの施設が臓器不正移植に関わっているのかもしれない。どの施設も日本有数の規模を誇っている。俺は残り2つの施設を世の時政さんに任せ、とりあえず国立臓器移植研究所に行ってみることでした。さて、どこに行こう。受付のあるロビーは淡いブルーで統一され、病院の堅苦しいイメージを見事に消し去っていた。受付の女性に用件を伝えると、数分後に今倉と名乗る一人の男がやってきた。私はここの研究員の今倉と言います。何のご用でしょうか。気乗りのしない事務的な口調だ。確かに研究職の人間にとってこの手の応対は面倒なだけなんだろう。この施設で共通している点を教えてほしいんです。国立臓器移植研究所、司大学附属病院、東亜総合病院、俺はこの3つの施設について手短に聞いてみた。今倉は一言で俺に答えた。移植ですよ。この場所は禁煙だ。我慢するとしよう。臓器移植のことですか。ええ、その通りです。この答えは半ば予期していたものだった。では現在行われている臓器移植について教えてもらえますか。俺は医学に対しては全くの素人だ。今後の調査をしていく上で医学的な知識が必要になるのかもしれない。俺は手帳を取り出し質問の答えが返ってくるのを待った。失礼ですが、どういったご職業の方です。マスコミの方のこういった取材は上からの許可がいるんです。それにお約束もないみたいですし、私の質問に答えていただけますか。どうやら彼の警戒心を話さないとこれ以上話はできなさそうだ。探偵であることを教えるか。身分を明かすのは調査のセオリーに反するわ。この際しょうがないだろう。俺は今倉に向かって自分の素性を明かした。自己紹介が遅れて申し訳ない。私は神宮寺三郎、私立探偵です。マスコミの人間じゃないからその点は安心してください。私立探偵ですか。でもまた探偵がなんでこんなところに。分かった、何かの事件の手がかりを探してるんですね。こう見えても結構推理小説は読んでるんですよ。ホームズ・ポワロ、金田一、かっこいいな。これ確実に金田一はじめではなく金田一康介の方ですね。分かりました。どんな理由があるにせよ協力しますよ。きっと理由を聞いてもこういう時探偵はその理由を教えられないんですよね。私にできることがあるなら喜んで協力しますよ。ありがとう、君の協力に心から感謝するよ。思わず苦笑いしてしまった。純粋なのかちょっと弱いのか、どちらにしろどこか憎めない感じがした。今から俺を応接室に案内した。派手な印象こそないものの品のいい応接室だ。現在日本で行われている臓器移植には7つの種類があります。この中で最も多く行われよく知られているのが腎臓移植や肝臓移植です。
俺が理解してるかどうか確認すると今からは先を続けた。移植は一般的に臓器に重大な疾患を持つ患者に行われます。ただし輸血の場合などと同じように臓器にも相性の良し悪しがあります。臓器提供者と移植希望者の身体的条件が適合しなければ移植手術は行えません。欧米諸国の場合、臓器提供者の登録制度があって、臓器が適合する患者がいればすぐに手術を行うことが可能です。しかしこれが日本の場合となると、こういったシステムがまだ充実していないために、近親者による臓器提供がなければ手術は行えないという状況になっています。制度の不備が臓器移植を難しくしてるんです。簡単な手術さえ受ければ元気になれる人も多いんです。まあ要するに本当に簡単、理論的にはあの体にくっついている臓器をダメになっているところをまともな臓器に交換するっていう風な簡単な手術、まあ言葉で言うのは簡単ですけど技術的には難しいでしょうね。移植を希望している患者の全てが移植手術を受けられるわけではないと。ええ、そういうことになります。臓器適合の問題もそうですし、何よりも日本では倫理的な問題も多いんですけどね。というと、臓器移植が果たして人間に許された行為なのか、つまり人間としての尊厳や在り方が問われているのです。移植手術や提供された臓器の鮮度が何よりも重要になります。これは脳死の問題とかも関わってくるんですよ。先日も臓器移植をしていた病院が移植から手を引いています。その倫理的な問題というやつでね、あなたの資料に載っている司大学附属病院がそうです。俺はその後しばらく今倉から臓器移植についての講釈を受けた。俺はここに火をつけた。ずいぶん話し込んでしまった。今倉の話で日本での臓器移植の困難さ、移植できる施設の少なさが分かった。ガミさんが臓器移植のルポを書くつもりだったとすると、この研究所を含む3つの施設を取材していたことには納得できる。ガミさんには密入国と臓器移植の2つのテーマを同時に扱っていたんだろうか。今倉は腕時計に目をやるとソファーから腰を上げた。すみませんが、これから午後の会心があるんです。もうかれこれ1時間は経とうとしていた。いや、こちらこそ忙しいのに時間を割いていただいて。俺もソファーから立ち上がり今倉に礼を言った。俺は今倉と握手すると臓器移植研究所を後にした。俺は明治組の屋敷の中で風林豪蔵を待っていた。事務所に豪蔵が面会を求めているという市の伝言が届いたから。今泉、調子はどうだ。相変わらずです。それより聞きましたか、神宮寺さん、また一人殺されたって。俺は一瞬動揺した。連続殺人の件はもう片付いたって。また不法労働の不法就労の外国人ですよ。外国人労働者殺人事件って言われてたやつです。殺の旦那方はこの件と以前の外国人労働者殺人事件は無関係だって言ってますけど、本当のところはどうだか。容疑者として逮捕された上だ。彼一人が全ての殺人事件に関わっていたのではなさそうだ。実はね、その殺された外国人っていうのが知り合いなんですよ。歌舞伎町の K ってキャバレーで働いていたムルソン人なんですけどね。ムルソン人なんですけどね。働き者のいいやつでした。毎月向こうのおふくろさんに金を送ったりして、んで私思ったんですけどね。この事件ってなんかおかしいんですよ。何が？じゃあな。殺されたムルソン人なんですけど、借金もなかったし、近所でも店でも評判良かったし、殺される理由が見当見つからないと。そうなんです。ただチャナが死ぬ 2,3 日前にチンピラ風の男がしつこく儲け話を持ちかけてきたって言うんですよ。儲け話？他に何か分かってることは？残念ながらそれ以上のことは私には。俺はタバコに火をつけた。何かがわだかまってる。ソラだ、チャナ、そして名前もわからないムルソン人の男。トムを除いて殺された3人全員がムルソン人だ。組長室の扉が開き、合同が室内に入ってきた。待たせたな、今泉。お前は席を外してくれ。今泉は俺たちに一礼すると部屋から出て行った。
前々からうちの島でヤクを裁いていたバカ野郎がいなかったんだ。あんたも知っての通り、うちはヤクはご法度だ。そのチンピラ音を捕まえてどこのものか調べたんだが、で、どこのチンピラだった。どうやら岡安組の人間らしい。俺だって綺麗事だけで国をここまで大きくしたわけじゃない。でもな、世の中には最低限やっていいことと悪いことがあるんだ。岡安はうちに喧嘩を売ってやがる。俺たちヤクザは行く道引いてたら国道は張れねえんだ。ジンジンさん、あんたが岡安組について嗅ぎ回ってることは俺も知ってる。本来ならいくらあんたでも協力はしない。剛蔵の言う通り、いくら付き合いがあっても所詮仇とヤクザだ。だが岡安組が関わってるとのありゃ話は別だ。だからあんたのとこにボディーガードをつけてやることにした。岡安組のことをこれだけ嗅ぎ回ってんだ。そろそろ奴らも感づいてるだろうからな。すまない、感謝するよ。そして俺と行動は短い間に終えた。剛蔵親分との短い対談を終えた俺は明治組を後にした。で、移動で歌舞伎町へ。歌舞伎町、この辺りの賑やかさを俺は結構気に入っている。さて、どこに行こう。ここは熊さんのいる淀橋署の前だ。毎日多くの事件が舞い込むところだ。さて、どこに行こう。ここは淀橋署の受付だ。まるで戦場のような慌ただしさが周囲には満ち溢れている。さて、どこに行こう。刑事課、窓際の席に腰を下ろしたクマさんは俺の目をまっすぐ見ていた。クマさんは俺に重要な話をしようとしている。クマさんの表情を見ればそのことはすぐに分かった。ああ、ジンガジカ、なんとなく君が来るんじゃないかと思っとったよ。私も君に報告しようと思っとったところだ。報告？司大学附属病院のことかよ。ああ、司大学附属病院からは特に情報は得られなかったよ。やはりな。俺の調査でもあそこは問題ないはずだ。あの3つの病院に共通するのは移植手術だ。しかし今現在それを行っているのは東亜総合病院だけらしい。ありがとう、熊さん。おかげで拡張に近づいたよ。なに、気にするな。ところで、用件は何だね。まさか、明日お茶が飲みたかったわけじゃない。俺の調査してる事件に関わることが何かあれば。君に嘘はつけんな。捜査は一からやり直しだ。大日本同国会の男、上田が自供したのは、木間劇場前で暴行を加えた男を殺害した一件だけだった。今後は愉快犯に的を絞ってみるらしい。やり口の残忍さ、異常とも思える遺体の損傷から見るとな。私もまた忙しくなりそうだ。残念だが、矢野くんの件を手伝うのは当分お預けになりそうだ。連続殺人事件は振り出し。その言葉で、俺に大きな波紋を投げかけた。そして、その言葉は俺の頭にはいつまでも引っかかっていた。ここ、我が神宮寺探偵事務所のビルの前だ。さて、どこに行こう。事務所。俺が事務所に戻ると、与野が俺を訪ねてきていた。与野さん、東亜総合病院の調査はどうだった。臓器移植に関する実績以外は、これでいった話は聞けませんでした。ただ、池上さんがあの病院を訪れていたことが、副院長の谷川京の話から明らかになりました。そうか、ガミさんが。神宮寺さんはどうでした。何かつかめましたか。ああ、今倉というとても好意的な男はいろいろと親切に教えてくれたよ。彼の話によると、3つの病院全てが臓器移植に関係していたのは事実なようだ。ただ、今現在臓器移植を行っているのは東亜総合病院だけらしいんだ。与野は大きくうなずいた。与野、今後調査していく上で臓器不正売買の件のポイントはどこになると思う。
そうですね。まずもう一度3つの病院を洗い直す必要があると思います。それとももう一つ、おそらく2つのループを結びつける上で重要になるのが国会議員の後藤翔一郎かと。以前後藤を訪問した時の報告では全くの重要性を感じなかったんですが、感じなかったので印象が薄かった話ですが、後藤は東亜総合病院で肝臓移植の手術を受けています。他にも産廃施設誘致に関わっていたという事実やヤクザとの関わりがあったという噂など、今後の調査で特にマークしなければならないでしょう。池上さんが追ってきた人物です。きっと何かあるはずです。以上のような点が今後の臓器不正売買に関する調査のポイントになるかと、臓器不正売買に関する調査のポイントになるかと思います。なるほど。それじゃあ俺は再度病院の調査を始めよう。与野さんは後藤翔一郎を臓器移植という観点からもう一度洗い流してくれ。その時不意電話が鳴った。はい、神宮寺探偵事務所、国立臓器国立臓器移植研究所の今倉和也は俺に面会を求める電話だった。俺は今倉からの電話で国立臓器移植研究所へと足を運んだ。俺はタバコに火をつけた。今倉は俺に何の話があるんだ。移動中に入るだった。さてどこに行こう。受付に今倉との面会を申し込む。今倉が現れるまでの間、俺は他の患者と同じようにソファーに腰を下ろした。さすがにここは禁煙だ。おとなしく今倉が来るのを待とう。待合室には入院患者と見舞い客が数人いるだけで、時々スピーカーから流れる呼び出しや業務連絡のアナウンスが人影まばらの待合室に響いていた。大型テレビでは医療番組が放映されている。見る友らしいに眺めていた画面に見覚えのある病院が映っている。東亜総合病院だ。すごいですよ、東亜総合病院は。背後から俺に声をかけたのは今倉だった。俺が興味を持ったことに気づいたらしく、今倉はそのまま話を続けた。ヒシラのメスさばきに加えて病院の充実した施設は群を抜いています。日本における移植手術の第一人者と言えるんじゃないかな。国の援助を受けているこの国立臓器移植研究所よりも東亜総合病院の方が上だってことか。悔しいですが向こうの方が上ですよ。さあ行きましょう。俺は今倉に案内されて研究室へと向かった。小さな部屋は薄暗く、背後の本棚には隙間なく入れられた医学書が俺を圧迫する。電気スタンドから発せられている強い光は机の上の紙片を一層白く浮かび上がらせていた。で、一体どうしたんだい。実はこの前ちょっと気になることがあったんで、ぜひ神宮寺さんに調査を依頼したいと思いまして。先ほどの電話でまだ臓器移植に関することを調査なさっていると伺ったものですから。すまないが今は依頼を受けられそうもないな。今調査中の依頼はかなり難航していてね。話だけでも聞いてもらえませんか。受ける受けないは別にして、僕一人の見解で警察に通報して大臣に至っても困るかといって、僕にはどうしても許せないことなんです。分かった、話だけは聞く。俺は話を聞く体制に入った。まるで甘えん坊の弟ができてしまったほど。そうですか、よかった。神宮寺さんに断られた後どうしようかと思ってたんですよ。それに神宮寺さんなら何とかしてくれるんじゃないか、そんな気がするんです。きっとこの憎めないところが俺は気に入ってるんだろう。俺は今倉に依頼しようと思った内容を話を見ました。すると今倉は今までとは打って変わって真面目な顔になった。実は先日ある患者が移植手術をしてくれと頼んできたんです。その患者は重度の腎機能障害を持っています。実際手術を希望する患者は多いんです。だから私も患者に適合する臓器提供があるなら手術ができることをその患者に伝えたんですが、そうしたらその患者がおかしなことを言ったんです。いくら払えば手術してもらえるんだ。そう聞くんですよ。確かに移植手術にはかなりまとまった額が必要です。でも
高額を支払えば手術ができる。そんな認識をどこで得たのか、それが気になってしまって。でも大金がかかるのは事実なんだろう。手術費を用意できなきゃ手術は受けられないだろうし、俺には今倉が何にそんなにこだわってるのかわからなかった。そうじゃないんですよ、ジングスさん。その患者、手術費用の工面はちゃんとできるんです。ドナーの問題なんです。彼は金さえ払えば早く手術を受けられると勘違いしているんです。おかしいじゃないか。この前も言ってたけど、身体的に適合する臓器の提供が受けられないと手術は受けられないんだろう。金さえ払えば、すぐにでも移植手術を受けられる病院を紹介する。そう誰かに吹き込まれたらしいんです。ただでさえ神経質な今倉の顔が一層引きつり始めている。額に汗を浮かべているその表情が怒りで歪み、紅潮していた。そこには自分の仕事にプライドをかけている男の姿があった。不正な臓器移植手術が行われているということか。証拠はないんですが、多分そうだろうと思います。私は許せないんですよ。そういう不正をする人間が。くだらない金儲けのために移植手術を一刻も早く受けなければならない患者たちが泣きを見るんですから。絶対に許せません。タバコ吸ってもいいか。タバコはちょっと。さすがにタバコはまずいか。今倉の熱弁を聞いていたら引き受けないままでも相談には乗ってやらないと悪い気がしてきた。それじゃあちょっと患者の話を聞かせてくれるか。ありがとうございます。でその患者は誰に臓器不正移植の話を持ちかけられたんだ。実際にその話を持ちかけられたのはうちの病院じゃないようなんです。というとここに来る前に入院していた東亜総合病院でヤクザ風の男にその話を持ちかけられたようなんです。東亜総合病院、もともと東亜総合病院の谷川副院長に関してはいい噂を聞かなかったんですが、例えばどんなヤクザと関係があるという噂は割と有名な話です。我慢。それにしても臓器移植とヤクザとは、今の話、俺がこれから調べようとしていることと何らかの関連が出てくるのかもしれない。今倉さん、まだはっきりとしたことは言えないんだが、もしかしたらあなたとの依頼と現在調査中の依頼が何らかの接点を持つかもしれない。その時また改めて俺の方から依頼を引き受けたいと思う。あくまでその時が訪れたらの話だが。ねえ、それでも構いません。それまでは、不正なドラーの話を持ちかける人間がいないか気をつけてみます。確か提供者という意味のはずだ。今倉さん、さっきも言っていたけど、ドナーというのは臓器提供者。確かそういう意味ですよね。申し訳ありません。つい癖で専門用語。おっしゃる通り、ドナーは提供者です。臓器なんかも。その逆に提供される患者はレシピエント。もっとも医学の間では D とか R とかで訳すことが多いんですけどね。D と R?はい、そうですけど、それが何か。今倉さん、ありがとう。おかげで謎が一つ解けた。俺は呆然とする今倉に事の経緯を説明し、国立臓器移植研究所を後にした。臓器の不正移植、ヤクザ。俺は一抹の不安を抱きながら、東亜総合病院へ向かうことにした。しかし、R が移植患者、D が臓器提供者。この二つが判明したという事実が俺を後押ししていた。ねえ、くそ。今倉の言っていたように暴力団が何らかの形でこの病院に関わっているとするなら、ガミさんの残した二つのルポの接点がこの病院で見つかるかもしれない。さて、どこに行こう。暴力団とのつながりが噂される東亜総合病院の谷川医師に話を聞くことができれば、二つのルポに何らかのつながりが出てくるかもしれない。受付の女性がそつなく仕事をこなしている。
暴力団と関わりがあるという谷川副院長に会っておく必要があるな。すみません、谷川先生にお会いしたいのですが。佐々木と申します。ここは偽名を使っておこう。受付の女性がインターホンで連絡を取り、許可を取ると俺を谷川の部屋へと案内した。谷川とヤクザのつながり、このことを聞き出すには俺には武器が揃っていなかった。ただガミさんがここにいたという事実と今倉から聞いた噂話だけだ。ここは誘導尋問で谷川から話を聞き出す他はない。外野でのイニシアティブ、これが俺の唯一の武器だ。お待たせしました。そう言った谷川が室内に入ってきた。世代かな、失礼。君名前は？明らかに谷川は俺を記者と勘違いしているようだ。かえって好都合だ。総文社の佐々木と申します。俺は谷川に向かって一礼した。佐々木君、手短に頼むよ。早速ですが、谷川先生に今後の医学の信頼性ということに質問させていただきたいのですが、あなたはヤクザについてどう思われますか？実は最近、医師とヤクザとの癒着がかなり大きな病院で問題になっているという情報を手に入れました。こうして移植手術の権威である谷川先生にお話を伺いに来たんです。谷川の様子、顔が青ざめ、不安げな様子で俺を見つめている。君は一体？谷川はまだ事情が飲み込めていないようだった。私はある人物からあなたがヤクザと付き合いがあるという話を聞きました。私の追ってる事件とは何の関わりもなければ、あなたのプライベートに口を出す気は毛頭ないんです。しかし殺された記者が残したメモの中にこちらの病院の名がありましてね。実際のところをお聞かせ願えませんか？谷川は必死に平静を装おうとしているが、それはもう遅すぎた。確かに私は研究資金の不足から融資を受けてはいるが、それ以外のことは私とは何の関係もない。それ以外というのは？それは。谷川が答えに詰まったその時、部屋の扉が開かれ、院長の板垣忠義が忠義が中に入ってきた。白衣を着た板垣は俺と谷川を黙らせるだけの威厳と風格を備えていた。ずいぶん騒がしいぞ谷川君。まるで生徒を叱るような口調だ。申し訳ありません院長、ただこの男があまりにも失礼なものですから。こちらは？板垣は俺に目を向ける。今まで俺の存在など眼中になかったらしい。探偵ですよ。俺は目をそらさずに答えた。目を背けたら俺はこの男に従属してしまう。そんな気がした。君はさっき雑誌記者だって。で、探偵の君がうちに何の用があるのね？谷川は遮るように板垣は俺に質問を聞き返した。俺はガミさんが残した臓器不正移植に関するルポのことを谷川と石垣に説明した。ルポを書いた池上氏がこの病院を訪れていたことを以前谷川副院長から聞いた人間がいます。ここで臓器移植の不正移植を持ちかけられた患者もいる。あなた方は臓器不正移植について何か知ってるんじゃありませんか？実にくだらないね。板垣は道路ぎ一つしなかった。うちの病院とは何の関わりもないことだ。でも池上康明氏は現実にこの東亜総合病院を訪れているじゃないですか。俺は何も気づかった。確かに池上という名前のジャーナリストが取材に来た。でもそれだけだ。谷川は板垣という後ろ盾を得て気が大きくなったらしい。その口調に尊大さが戻ってきていた。君が事件のことを第一に考えているのはわかる。自分の仕事に対して責任や使命感を持つのは大事なことだ。だが池上というジャーナリストがこの東亜総合病院を取材したからといって、その事件と結びつけるのは早急すぎるんじゃないかね。板垣の言葉は正論だった。君がこの事件を調査する上で今後協力できることがあればそうしよう。これがうちの病院がこの事件と何の関わりもないということを証明することになるんじゃないのかね。板垣の言い分はもっともだった。俺はこの病院で得られる情報はここまでだということを認識した。
もともと相手を言い負かすだけの材料が揃っていたわけではない。あとは俺の会話の畳みかけで相手を誘導して情報を得るつもりだったんだ。それも谷川のようなタイプには十分通用する程度があるんだが、板垣のような人物には通用しない。しかし板垣忠義の落ち着きは大したものだ。本当に臓器の不正取引との関わりがないという事実に裏打ちされた上での自信なんだろうか。残念だ。板垣が来なければ谷川からもっと多くのことを聞き出せたに違いないのだが、しかし谷川が漏らしたヤクザから研究資金の融資を受けている。これだけでも成果があったと言えるだろう。それとも板垣に調査の協力を約束させたことも大きな収穫だ。再びこの総合病院を訪れた時にはその言葉を盾にすることができるだろう。しかし東亜総合病院には必ず何かがある。またいつか俺に武器ができた時もう一度ここを訪れるとしよう。今日のところはこれで失礼します。俺は二人に頭を下げて東亜総合病院を後にした。板垣と谷川、この二人には近いうちに再び会うことがあるだろう。事務所に戻った俺は与野と熊さんを呼び出し、それぞれの近況を検討することにした。まず随分と悩まされた D と R のことがやっと分かった。本当ですか、神宮寺さん。ああ、 R はレシピエント、臓器提供を待つ患者のことだ。 D はドナー、 R とは逆の臓器提供者のことだ。なるほど。後藤は臓器提供される患者としてあのフロッピーに名前が出ていたのか。やはり東亜総合病院が。神宮寺さん。俺は無言でうなずいて続けた。さらに俺は国立臓器移植研究所の今倉氏から重要な証言を手に入れた。内容は東亜総合病院において不正な臓器移植手術の勧誘が行われていたというものだ。さらには東亜総合病院の谷川副院長が何らかの形でヤクザと関わりを持っているらしい。もしこれが本当ならガミさんの追っていた2つの事件はどちらもヤクザが絡んでいることになる。以前も報告があった通り、ガミさんは生前臓器移植に関する調査で東亜総合病院を訪れている。そのことを考慮しても東亜総合病院は2つのルポのつながりをはっきりさせていく上で非常に重要な場所になるはずだ。国立臓器移植研究所の調査はいいのかね。その点は大丈夫だと思います。国からの援助を受けている機関でそういう不正が行われていることはゼロに等しい。そういう不正が行われていることはゼロに等しいでしょう。なあ、俺もそう思っている。これは東亜総合病院に絞って調査をした方が良さそうだな。口ひげをしごきながら熊さんがつぶやいた。もし谷川と関わっているヤクザが岡安組だとすれば、事の真相は見えてきますね。世野のこと、その言葉に一同がうなずいた。もし双方の事件にヤクザのか、やつら、双方の事件にヤクザのやつらが関わっているのだとすれば、俺たちがさらされている危険は倍化したことになる。密入国の点から手を引こうが引く前が、ヤクザとの関わりは切れやしないということですね。苦々しげに吐き捨てた世野に黙って俺はうなずいた。それと世野さんは家族をどこかにかくまってもらった方がいいだろう。俺からは以上だ。今後俺と世野が別行動を取ることは避けた方が賢明だ。二人が一緒に行動すれば襲われる確率は少なくて済むだろう。防衛手段としては粗末な限りだが、できることから始めなくてはならない。もしこの中の誰かが死ぬようなことに何でもしたら、俺は一生自分を許せなくなってしまうだろう。調査、検討、推理、そして再び調査。地道な調査が終わり、今日という一日が終わりを告げる。俺はみんなが事務所から帰っていくと戸締まりをして自分の部屋に戻った。夜の新宿はネオンのドレスをまとってきらびやかな姿を待ち行く人々に披露している。俺はグラスにターキーを注ぎ、ベッドサイドに腰掛けてしばらく窓の外を眺めていた。
ホラータバコに火をつけた。ベッドに寝そべって天井を見上げてみても何も思い浮かばない。こんな日は早く眠ってしまうに限る。俺はタバコも見消し、残ったターキーを持って窓からの夜景を見ようと立ち上がった。電話だ。事務所の電話が鳴っている。俺は方向転換して窓際から事務所へと向かった。俺は事務所に足を踏み入れ、暗い部屋に明かりをつけた。はい、神宮寺探偵事務所。神宮寺か、足だ、熊野だよ。なあ、熊さん、何です？国立臓器食研究所の今倉和也が死んだよ。交通事故だそうだ。俺はかなり動揺していたらしい。気づくとこのビルの前で立ち止まっていた。どこに行こう？ヨドバシ署の前にたどり着いた。ここに来て俺は中に入るのがためらわれた。今倉の交通事故死、これがもし今回の捜査に関係しているのであれば、俺は間接的に今倉を殺したことになるのではないか。俺は今倉のことを考え、ヨドバシ署の前で立ちすくんでいた。どこに行こうか。署の入り口で俺の到着を待っていた熊さんは手に持っていた書類を俺に渡した。それは今倉克也の死亡診断書が添えられた報告書だった。詳しいことはまだ分かっていないし、今倉を跳ねた車も未だ逃走中だ。今倉はどうやら君の事務所に来る途中で跳ねられたらしい。遺体を見るかい？俺は黙ってうなずいた。検視はもう終わっている。明日家族が引き取りに来るそうだ。最後にいいですか？ああ。今倉、彼の遺留品はまるで小説の探偵が持つようなものばかりだったよ。君のような探偵に憧れていたようだな。手帳にカメラに君と同じ銘柄のタバコ、それとテープレコーダー。大丈夫、スイッチは入れたよ。また一人患者に手術を持ちかけた。男はドアにある。運転手、急げ。尾行、気づかれて。もういい、喋るな。やっぱり神宮寺さんにはなれなかった。プレステのグラフィック。探偵が憧れか。この探偵神宮寺三郎を演じているのは、このゲームでは岸野幸正さんかな。眠らないまま夜は過ぎていった。明け方近くに訪れた睡魔は俺に浅い眠りしかもたらさず、頭の中は鉛を流し込まれてなかった。間に合わせの朝食をとって事務所に入り、今まで集めてくれた情報に今からが残してくれた情報を加える。入力した情報をパソコンのプリンターが吐き出し終わる頃には、全員が事務所に姿を現していた。俺は今倉和也の死を伝えた。この事件に間接的に関わっていただけの今倉が死んでしまったことは、みんな驚きが隠せないようだった。陽子君はそう言って言葉を詰めました。今回の事件と関係があるかはまだわからない。運悪く偶然交通事故に遭っただけかもしれないんだ。陽子君への慰めは俺に対しての慰めでもあった。陽子君の問いかけに俺は答えられなかった。明治組の五蔵親分が言っていた岡安組が俺たちを付け狙っているという言葉を思い出したからだ。俺は
今倉のテープレコーダーの内容を話した。今倉が残したテープにはいくつかのキーワードが残されていた。患者が手術を持ちかけられた。とはに。この言葉が重要な手がかりになると思っている。手術を持ちかけたというのは、トーアが手術を持ちかけたという意味でしょうか。いや、トーアが直接手術を持ちかけることはあるまい。病院側が大っぴらに動くとは思えないし、墓穴を掘るのは目に見えている。とすると話を持ってきたのは、そう、おそらく岡安組だ。岡安組だ。その可能性は高い。臓器移植ができる施設は限られているし、ガミさんが取材していたことも関係があるかもしれないからな。世の誰とはなしに悪態をついた。くそ、また岡安組か。神宮寺さん、いっそのこと岡安組に行って何か証拠を見つけてきませんか。無茶を言うなよ。俺だって命は惜しい。今できることを一つずつやっていくことだ。そうです、無茶を言ってすみませんでした。世野もかなり焦っているようだ。しかし調査に焦れば禁物だ。地道な調査と検討が最後には強力な武器になる。それが俺がこの仕事で覚えたノウハウだ。とすると次に当たってみるのは東亜総合病院ですか。なあ、世野さんが前に話してくれたが、ガミさんは一度ここを訪れている。ガミさんの密入国、臓器移植に関するルポの中で名指しで書かれているんだ。密入国と臓器移植のつながりを明らかにするものには、東亜総合病院にあると思う。行きましょう、ジングスさん。東亜総合病院へ。ああ、そのつもりだ。陽子君はそこまで言うと口を閉ざした。陽子君の言いたいことは、俺には痛いほど理解できた。行ってくるよ、陽子君。俺はそう言って、事務所のドアを開けた。じゃあとりあえずここで本日は終わらせておきたいと思います。アドベンチャーものはやっぱ演じるという分ではぴったりなんだけれども、息継ぎするパターンがないと途中で息切れしてしまったりしてしまう。じゃあこれで本日は終わらせておきたいと思います。それでは失礼します。